はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんです。本日は久しぶりの開封動画行ってみたいと思います。買ったのはこちら、ネットで購入しましたね。ミニカーが110台入ってます。はい、何が入ってるのかな。トラックとかがバスが多いのかな。これ珍しいですね。開けてみましょうか。最初に買うとやっぱり安いですよね。お、珍しい。ちゃんとクレーン部分も生きてますね。お、これはこれはテスタロッサ君ではないですか。かっこいいですね。テスタロッサって高いんですよね。ガラスは大丈夫。メイドインジャパンですね。日本製のテスタロッサ。このカラーリングは何か意味あるんですかね。なかなかかっこいい。そしてこれは8ですね。で FD。あとは見たことないやつ言いますと、え、これ珍しくないですか？じゃん。スバルの R2 ですね。なかなか綺麗。ボンネット開くんですね。かわいいですね。すごい綺麗。かっこいいですね、R2。お、もう一台。じゃん。これもなかなかいいですね。赤黒の R2。綺麗だな。結構この110台セット高かったんですけど、なかなかいいのが入ってますね。お、そして、じゃん。白珍しいですね。かっこいい。で、こちらは、ジャン・シルバーですね。アベンタドールですね。こちらは、詳しくないかよくわかんないですけど。綺麗ですね、とにかく一台一台が。そして、これは、出ました、ロールスロイス。大好きですからね。じゃん。いいですね、渋いですね。これまた綺麗にしたいですね。こうやって色塗り変えてですね。はい、そして緑の車、じゃん、ムルシエラゴですね。緑かっこいいな。実写でも緑かっこいいですよね。お、そしてこれはミューラじゃないですか。じゃん、中国製ですけど、ミューラですね。独特の形してますよね。はい、もう一台、ランボルギーニミューラですね。綺麗だな。もう家にあるジャンクとは比べ物ならないぐらい綺麗ですね。車軸も曲がってないし。ミューラです。そしてランボルギーニ、カウンタックですね。この青いボディに金のホイール、かっこいいですよね。うちにあるインプレッサもそうですけど、青いボディにゴールドのホイールって映えますよね。珍しくまっすぐですね。これ結構曲がっちゃってるんですよね、ウィングが。カウンタック。そしてソアラですね。中国製のソアラです。ガラスが綺麗ならいいですよね。改造できます。箱に入ってますね。よくわかんないです。新品なのかな。お、カブが入ってますね。いいですね、カブ。黄色がかわいい。
こちらはですね、リトルカブですね。この部分でわかりますね。荷台が狭いんですよ。リトルカブ。タイヤがちっちゃいカブですね。かわいい。ルミエラ。なかなか綺麗ですね。そして、これは F1 ですかね。トミカですね。マルボロではないですね。マルボロ風トミカ。F1。はい、そしてこちらは、なんかちょっと柄が珍しい GTR。トミカイベントモデルですか？かっこいいですね、柄が。日産の GTR。そして一段と派手な NSX ですね、ゴールドですよ。金ピカの NSX。すごいですね。派手ですね。ビカビカです。いやー、派手だな。そして、ビートルですね。赤色灯はありませんが、パトカーですかね。そしてこちらは、アルトかな？アルトですね。残念ながらガラスが割れてしまっていますが、東京モーターショーのモデルですかね。ガラス割れてると改造できないんですよね。そしてちょっと古めな Y31。 ガラス綺麗ですね。お、日本製だ。そして、これはカマロですかね。珍しいカマロ。パトカーですね。パトカーのカマロ。日本製ですね。車軸も曲がってないですし。これ欲しい方いたら、ぜひ、お譲りしますよ。はい、こちらは、なんか詳しくないんでよくわかんないですけど。ランボルギーニのロードスターですね。車軸も曲がってないですし。このリムとかが赤くてかっこいいですね。かっこいいなぁ。かっこいい。綺麗。そして、お、またテスラロッサですね。今度はパトカーですね。はい、パトカーのテスラロッサ。ちゃんと赤色灯ついてますね。警視庁。日本製。車軸も大丈夫かな？そこそこ綺麗ですよ、これ。ガラスなんか全然綺麗ですね。おっと、ちょっと汚れてるかな？割れてはいないですけど、なんか汚れがありますね。テスタロッサ。警視庁。毎回改造しましたね、これ。懐かしい。そして、この赤い車なんだ？ MR2 ですね。AW11 の MR2 です。こちらも日本製。車軸も曲がってないですね。AW11。いいですね。かっこいい。そして、4駒入ってますね。よいしょ。パジェロかな？日本製ですね。パジェロ。かっこいいなぁ。そして、お、またロールスロイス来ましたね。じゃん。黒は黒でかっこいい。そこそこ綺麗じゃないですかね。このエンブレムってついてないのかな？黒のロールス。もちろん日本製ですね。と思ったら、中国製ですね。ロールスは全部日本製なんじゃないんですね。さっきのは日本製ですね。どこが違うんだろう。はい、こちらは、
オートバイにあんまり詳しくないんで、何でしょうか。スカイウェーブって書いてありますね。結構かっこいいですね。トミカです。そしてもう一台バイク、暴走族みたいですね、これセリカかな、ダルマセリカ。お、結構精密に作ってありますね、これリミテッドとかいうやつなのかな。ダルマセリカですよね。ハゲハゲですけど NSX です。なんかパンダみたいになってますね、ハゲハゲで。 NSX、ガラス綺麗でいいですよね、改造できますね。何でしょうか。ちょっと何するものか分かんないですけど、トミカですね。そしてこちらはじゃん、ミッド4かな。じゃん、こちらは何ですかね。電気自動車かな。ちょっとよくわかんないですね。そして、お、またカマロですね。じゃん、これもすごい綺麗ですね。日本製カマロ。うん、なかなか綺麗ですね。これなんだろう、黒い車。何ですかこれは。メイドインジャパンですね。ポルシェかな。レーシングカーみたいですね。すごい形してますねこれは。珍しいのかな、ポルシェ。まだまだ詰まってますよ。結構箱に入ってるのも多いですね。こちらは、あ、これも初めて見ましたね。軍事車両ですね。渋いし、よくできてますね。なんか、作りがいいね。かっこいいですね、これ。はい、これも珍しいんじゃないですかね。初めて見ましたよ。何でしょうか。すごい初期の車って感じですね。メイドインジャパン。かしめがネジになってますよ。 T 型フォードですか。かっこいい。空力とか全然考えてないですよね。はい、あとは箱付きですかね。なんか何台か入ってます。引き続き開けていきたいと思いますが、今回の動画はこちらまでにします。はい、次回動画もお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。